はい、今回はですね、DERC のラジコンカー、型番がですね、SM190。こちらを紹介していきたいと思います。まずはセット内容から紹介します。こちらがラジコンカーの本体になります。それと、送信機。で、それ以外に、説明書と、この、丸っこい玉。これ後で説明します。で、それ以外にバッテリーが、バッテリー2本とバッテリー用の充電 USB ケーブルが2本ついてきます。はい、セット内容は以上となります。はい、まずはですね、ラジコンカーの本体の外観を紹介していきたいと思います。で、ちょっと一周させてみます。まあ、このような感じの、まあ、戦車型のラジコンカーになっています。後ろを見ると、ここに電源のスイッチのオンオフ。で、こちらに、バッテリーを入れるボックスがあります。まあ、外観はこんな感じです。で、送信機の次、外観見ていきたいと思います。はい、このように小さい、送信機となっています。で、電池は単三電池、2本で動くようになってます。で、こちら技適マークの記載があります。で、ちょっと電源ボタンなんですけど、電源ボタンをおそらく電池を入れると自動で入る仕組みになっているんだと思います。多分おそらくなんですけど、ここにオンオフって書いてあるんですけど、どう見ても押せないし変わらないので、で、電池を入れると電源が入って、で、何秒か経つと自動でなんか電源が切れるようになっているっぽいです。で、送信機の、ボタンの説明なんですけど、こちらのスティックの方は送信機の前後を移動させるものになってます。で、こちらのスティックが、戦車を、右回転、左回転させるようになってます。で、ここのボタンが、なんていうんですかね。まあ、これはやって後で見せます。で、ここが音声がオンとオフにできるボタンです。で、ここのボタンが、戦車を、まあ、両サイドにこうスライドさせて動かせるボタンになってます。じゃあ、あとはですね、実際に遊びながら紹介していきたいと思います。まずはラジコンカーの電源をオンにします。電源をオンにするとこんな音が流れます。で、プロポの方の電源、どこか好きなボタンを押せばなんていうんですかね、自動でバインドされるようになってます。で、ちょっと遊んでみます。じゃあ、簡単な操作の説明だけ。さっきも説明したんですけど、ここのキーを上下させるとラジコンカーが前進後退します。で、こっち側のキーを右にやると右回転、左にやると左回転になります。で、今ブン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 落としてると思うんですけど、ここのボタンを押せば電源をオフにすることができます。ここですね。このボタンは戦車をちょっと土の上なんでうまく動かないですけど、こう右スライド、左スライドさせるボタンになってます。はい。で、あとは、ここのボタンを押すと、なんか自動操縦モードみたいになります。もう一回やります。はい。なんか、音楽流しながら、このように自動で動くモードですね。ちょっと、その上で絡まっちゃいましたけど。で、何か右のキーとか押せば止まるみたいです。もう一回押してみます。音楽が何種類かあるみたいですね。で、何かキーを押すと止まります。音楽が何種類か用意されているみたいです。それじゃあ最後にですね、セット内容で説明したこれの、使い方を紹介します。まずこの粒状のものを水につけると、なんていうんですかね、このぐらいのサイズに大きくなります。なんかスーパーボールみたいなこの素材ですね、跳ねる素材になります。でこれをですね、ラジコンカーのここに入れてあげます。であとは電源入れてバインドさせて、ここですね、このボタンを押すとこのように、これ弾が飛ぶ仕組みになってます。ちょっと的に当ててみたいと思います。だからまあ遊び方としては、戦車をまあ動かしながら、例えばこうちょっと横に動かないですけど、まあ動かしながら的に傾けて鉄砲を撃つと、ちょっとずれたな、ちょっとずれて、こんな感じで的に当てて、はい、こんな感じで当たりました。はい、それで今回のラジコンカーなんですけど、こちら Amazon の方で、6000円のちょっと割引ぐらいで販売されている商品ですので、もしご興味のある方は、動画の概要欄に購入先のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。